不禁雑談どうもレオンチャンネルです。いや、何気にガシャポンライドウォッチで不禁逸を叫んだのは初じゃない？今日12弾をやってきて、ガシャポンライドウォッチ12ね。で、今回のラインナップが極みアームズ、それとカブト、まだねガシャポン化されてなかったんだね。さらにガシャポン限定でシミュレーションゲーマーですよ、パワーアップフォーム。そして今回一番欲しかったのはこれ、チェイサーマッハ、マッハの友情変身フォームのチェイサーマッハが欲しくって、これが出ればもう最悪良かったんですよ。まあ、これ1個とシミュレーションゲーマー1個出れば、このチェイサーマッハ1個を欲しいがために何回回したかというと、ドーン、何回回したの？ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 回。ひどいな、10回やってチェイサーマッハ1個ですよ。てか何が出た？まずこれが、はい、シミュレーションゲーマーね、いいっすね。あ、カブトね、いいじゃん、いいじゃん。はい、シミュレーション。はい、シミュレーション。一個のガシャマシンで回しまくってますから。シミュレーション、やべえな。で、さらに、はい、ご一緒にシミュレーション。シミュレーションゲーマー出すぎちゃう。え、ほぼほぼシミュレーションしか出てない？はい、カブト。もうほんとちょっとした、ソシャゲガチャ感覚。はい、カブト。はい、カブト。で、最後10個目。10回回して、10回目にやっと、チェイサーマッハ、遅いよ、出てくるの。っていうか、結局、内訳としてはどうなってる？シミュレーション5、カブトが4、チェイサーマッハが1でございました。さあ、皆さんご一緒に、不禁雑談！ひどいね。いや、やばい。こんな排出初ガシャポン系で。てかさ、ちょっと待って、極みのキラキラメッキはおろか、ノーマルすら出てないっていう。いや、これさ、ガシャポンマシンに入れた人の悪意。いや、まさかのチェイサーマッハ出すのに5000円もかかるとは思いませんでした。では、音声確認いこう。てか、その前にメッキ版だけまず確認しましょうか。はい、カブトのキラキラメッキバージョン、こんな感じで、ノーマルカラーバージョンと比べると、メタリックシールがここね、カブトの顔部分に使われておりますし、通常は赤い成形色部分がメッキ、赤いメッキに変わってますね。これは鮮やか。もともとカブトってカブトレッドっていう、かなり鮮やかなメタリックレッドを使ってますから、それを考えるとメッキの方が、そのイメージに近いのかな、このメタリック感。じゃあまずはどうしても欲しかったチェイサーマッハから確認しましょう。動画だとここね、青っぽく見えますが、実際はかなり濃いめのパープルで、これはチェイサーと配色が実はほぼほぼ同じで、あ、でもベースカラーがちゃんとマッハの白になってるんだ。細かい。なので本当にマッハとチェイサーのこの各パーツを前面とベース部分使ってる感じなんですね。合体友情フォームらしい配色。微妙にこれグレーなんだよ、チェイサーはね。それが真っ白。すごいな。ただ元々頭部パーツはマッハと変わりませんから同じシールが使われているんだけど、よく見ると周りのこの影の部分が黒じゃなくてパープルになってますから、この辺もね、専用のものになってる。ちゃんと考えられてるなぁ。てかさ、この周りのオーラみたいなやつも半分半分で赤色、このマッハの周りのオーラの赤色と、チェイサーの周りのこのグリーンブルーみたいな、それが使われてて、ちょうど半々のシールカラーになってるわけですね。ゲーコマ。じゃあ音声行きましょう。てか基本は、チェイサーと同じハーツなんだけど、差別化されてるのかな？チェイサーマッハ。チェイサーマッハ。友の力を受け継ぎし、熱き戦士、チェイサーマッハ。セリフいいよ！セリフいい！さらにアーマータイムは？あ、いいね。ちゃんと、チェイサーのサウンドながらも、専用セリフが入ってる。で、
おお普通に必殺かと思ったら言っていいよだって。これさぁ、やっぱマッハチェイサー商品化してほしいなぁ。熱い。普通のチェイサーがさ、これを踏まえて、アーマータイム。でも、ちょっと待って、マッハっぽいのか。あ、違うよね。ちょっと混乱してきた。サウンドどうだったっけ？あ、そっか。変身音の後半を、こっちの、チェイサーマッハで使ってて、最初の部分。この部分を、チェイサーのライドウォッチで使ってる感じだ。そういうことか。これ踏まえてもう一回鳴らそう。友の力を受け継ぎし熱き戦士。いいなぁ。そうね、変身音ちゃんと差別化されてるね、チェイサーと。言っていいよ。言っていいよ、まさかの。いや、最高なんだけど。じゃあ、シミュレーションゲーマーも確認しましょう。ぐるっと見回すとこうで、通常のスナイプからすると、全面パーツの色こそ変わっておりませんが、ベースカラーが全然違いますね。あとは、頭部のシールもこんな感じ。じゃあ、サウンド。シミュレーションゲーマー。シミュレーションゲーマー。戦艦をまといし提督、スナイプ、シミュレーションゲーマー。戦艦をまといし提督、スナイプ、シミュレーションゲーマー。めっちゃ元ネタサウンドになりますね。おお、この4音がループ。シミュレーションゲーマー。戦艦をまといし提督、スライプ、シミュレーションゲーマー。アーマータイム。The ready.では、チェイサーマッハアーマーを装着。はい、赤発光でドライブと共通かな。変身。さらに必殺。言っていいよ、タイムブレイク。これすごいいいサウンド。ピン配列自体はドライブと共通です。じゃあ、バンバンシミュレーションの元ネタサウンド。バンバンシミュレーションはい、この待機サウンドがライドウォッチからね、鳴ってましたよね。You are a champion.
久々に聞くと、なんかヒーローもののオープニングっぽさある。じゃあ、シミュレーションゲーマーアーマーはゲイツが装着。はい、青発光で変身。はい、ちゃんとスナイプって出ましたね。さらに必殺。バンバンタイムバースト。じゃあ残りは兜しかありませんから、さらっといきましょう。極みアームズ出ないとはね。クロック、てか銀メッキの極みアームズ欲しかったな。はい、ということでガシャポンライドウォッチ12を紹介しました。今回は腹筋いつアソートすぎて、まさかチェイサーマッハ欲しいためだけに5000円もかかるとは思っておりませんでした。10回も回したんだ。もう6回ぐらいで出なかったあたりからもう無心で回してましたから、もういくらかかってもいいやと思ってでもとりあえず出てよかったし、サウンドはねちゃんとチェイサーと差別化されてて、シール部分もねよく見ると結構こだわられてましたね。でもマッハチェイサー顔結構変わるから、ライドウォッチかぜひ、プレ版からも落ちちゃったけど食玩ガシャポンでもいいから出してほしいな。以上ガシャポンライドウォッチ12の紹介でした。